こんばんは。こんばんは。今日はお風呂上がりのルーティンです。 I love you, thank you Thank you, thank you。 こんばんは。ゲリラです。やほやほ、かわいい、ありがとう。ハートミーありがとうございます。こんばんは。ゲリラでルーティンやります。こんばんは。今ね、髪をね拭いてる、水滴取ってる。足首は今落ち着いてる。 1,2 週間ぐらい前は結構痛かった。歩くだけでポキポキみたいな感じでした。 COWBOY0965 バチ購入ありがとうございます。ハートミーありがとうございます。はいはいはい、じゃあ一発目こちらを塗っていきます。リードルショットですね。最近ちょっと毛穴気になる。私はサポーターとテーピング両方使います。サポーターだけじゃね、固定が甘い気がするから。あのマジで痛い時はサポーターよりテーピングだよ、ね、多分みんなそうじゃない。大沼さんバチコにありがとうございます。鼻をねしっかり塗って、ほっぺをルルルルルル。お風呂上がりの頃可愛すぎる、ありがとう。次メラの CC。 ちょい多めにいく。膝系は大丈夫ですね、膝強いです。食べた。手がパキパキなるんだけど。重松アンダーバーケンジさんバチコにありがとうございます。かわいい、ありがとう。 Thank you, thank you。 メラの定番です。これもう一回メラノの乳液って書いてあるんだけど、一回入れ替えてて、それでもなもうないの、マジない。ちょっとしか出てこない。よいしょ。塗りまして、塗りまして、指ポキできないんだよね。今日はならないや。手首が鳴る。手首鳴らす人珍しくない？自分で言うのもなんだけど、私以外に見たことないかも、手首鳴らす人。髪伸びました。次集中対策。これさ結構使ってんのに全然なくならない。一回に使う量が少ないからかな。お得だよねって考えたら。ドドドドドド。
お風呂上がりです。脇鳴らす人いるの？どうやって鳴らすんだろう。脇鳴らんくない？無理じゃない？肘もどうやって鳴らすんだろう。鳴らない。そしたら鳴ってくださいな。はい、どうぞ。最近ね、めっちゃ髪の毛抜ける。やばくない？耳かゆい。このまつげの美容液もさ、毎日使ってるんだけど全然なくなんない。コスパいいよね。こんばんは。今日は髪の毛トリートメントしてるんでオイルは塗りません。明日の朝塗ります。へえ、ひねったらなるんだ、すごかわいい。ありがとう。バババババババ。歯磨きします。今日の歯磨きは歯が白くなる歯磨きでやります。取れないな。オイルはニュクスです。最近ハマってるっていうか、最近やってるのはお風呂でシャンプーとリンスをやるの。しっかりリンス長めに。ほんで朝起きてニクスのオイルを塗る。一番髪がサラサラになる。はい、歯磨き粉です。これ歯が白くなります。姿も可愛い。ありがとう。 RAIJYU アンダーバー COM さん、バチコーニーありがとうございます。ジブルの形大好きだよ。ありがとう。でも毛先痛みすぎてマジで枝毛ばっかりなんだけど、毛先だけ切りたいよね。ちなみになんだけど、一回も虫歯なったことない。すごくない？歯が丈夫。ホワイトニング昔やりました。私暑くてもお風呂に入りたい派なんですよ。お風呂大好き。浸かりたい絶対。
でも歯周病になりやすいらしいね、虫歯になったことない人。気をつけなければ。歯周病は嫌じゃない？こんにちは。入浴剤使ってます。今日はお風呂が青かったです。あ、これ今日バスケの服です。多分これゴールの絵。ヒマラヤで買いました。こんにちは。サイズね、大ぐらいだった気がする。めっちゃでかいよ。でかでか、みんな着れる。大好き、ありがとう。こんばんは。歯周病は口臭もきつくなるからね。そうなんだ。嫌だね、それは。めっちゃ股関節バキバキ言うんだけど、これやばい。聞こえるかな、バキバキ。ずっと心一途だよ、I love you。 ありがとうございます。髪伸ばします。もちろん伸ばします。コロン今日も可愛い、ありがとう。今からね、ちょっとドライヤーしていきたいと思います。TikTok の方は音切らないんだけど、インスタの方はうるさいんで音切ります。 TikTok の人はね、今からドライヤーするんで音下げてた方がいいかもしれないです。コメントはねしてください。ではでは。全然行かないです。多分ね、2、3回ぐらいしか行ったことないと思う。ちっちゃい時にな、虫歯できそうみたいな、虫歯のちっちゃい赤ちゃんみたいな、でフッ素塗りに行ったみたいなのと、割と最近にマウスピース作るのに歯医者行きました。ハートポーズありがとうございます。バイクの免許ね、取りたいです。あれが乗りたいの、今ニダボ CBR250RR ってやつ、めっちゃかっこいいの。めっちゃめっちゃ欲しい。好きです、ありがとうございます。じゃあ髪乾かします。
シーで溶かします。しょ、はい、完成。ほいほいほい、今日のルーティーンは終わったので、これをライブ、これでライブ終了にしたいと思います。見てくれた人、コメントしてくれた人、ありがとうございます。じゃ、またね、バイバーイ。